アイノラアイノラはフィンランドの作曲家ジャンシベリウスとその妻アイノが家族と共に1904年の秋から1972年まで暮らした家。名称はアイノの居場所という意味である。建屋は1974年から博物館として一般に公開されている。アイノラはフィンランドの首都ヘルシンキから 38km 北に離れたヤルベンパーの トゥースラコの眺めの良い岸辺に建てられている。設計を担ったのは著名な建築家のラルス・ソンクである。シュベリウスがソンクへ頼んだのは湖への眺望を確保すること、ダイニングに緑色の暖炉を設置することの2点だけだった。シュベリウスが室内で作曲中に気が散ることを嫌ったため、水道館は彼の生前には布設されなかった。首都の喧騒から離れた愛のラは、 シュベリウスが創作に乗り出す際に必要とした平穏をもたらした。彼の電気作家であるエリック・タバッシェルナは次のように記している。シュベリウスが初めてヘルシンキを離れた頃は、ヤルベンパーは大部分が手つかずの田舎だった。子馬や羊が家への道をほとんど探るようにして進み、時折ヘラジカが堂々たる立ち姿を見せていた。 近所には他にも芸術家の家族が複数住んでおり、シベリウス一家も交えた活発な交流が行われていた。アイノラでの日々の生活は、シベリウスの施設秘書だったサンテリ・レバスが1945年に発表した写真集、ジャン・シベリウスと彼の家に記録されている。アイノラのサウナはアイノが設計した。アイノラの周囲には、サウナや、 一家の工房などの建物がある。シベリウスは1957年9月20日に、アイノラで営民し、敷地内の庭に埋葬されている。妻のアイノは、その後12年間アイノラで暮らし続け、1969年6月8日に、この世を去った。彼女は、夫と共に眠っている。1七十二年、シベリウスの娘たちであるルート、カリーナ、マルガレタ、 ヘイリがアイノラをフィンランド政府に売却した。教育省とフィンランドシベリウス協会が1974年6月に建物を博物館として公開しており、現在は5月から9月の間だけ開館している。同館には1915年にシベリウスの50歳の誕生日を祝って贈られたスタインウェイサンズのグランドピアノや アイノの,の兄であるエール・ヤルネフェルトが描いた絵画などが遺品として保管されている。ありがとうございます。